カール・カウフマンは旧西ドイツの陸上競技選手。1960年ローマオリンピックの銀メダリストである。カウフマンは父親がニューヨークで働いていた関係で1936年にニューヨークで生まれた。第二次世界大戦が勃発した当時はドイツにいたためアメリカに戻ることができずドイツのカールスルーへで育った。 カウフマンは1958年のヨーロッパ選手権には400メートルと4400メートルリレーに出場し400メートルでは3位に入った同じ西ドイツのカールフリードリッヒハースと同タイムながら惜しくも4位4400メートルリレーでは銀メダルを獲得2年後の1960年ローマオリンピックでも400メートルと 4400メートルリレーの2種目に出場。400メートル走では、アメリカのオーティス・デイビスと激戦の末、44.9と、史上初めて45秒の壁を破る、世界新記録を出すも、デイビスとキサガーリンメダルとなった。さらに4400メートルリレーには、ヨアヒム・レスケ、マンフレート・キンダー、ヨハネス・カイザーと共に、西ドイツの選手のみで出場。 アメリカに次いで銀メダルを獲得した。ありがとうございます。